路上での喫煙を防止する条例を施行している大和郡山市で来月1日から駅前の道路が喫煙禁止区域に指定されることになりまして市の職員らがきょう規制を示すシールを貼る作業に取り組みました。路上喫煙などのの禁止区域に指定されるのは、 近鉄郡山駅と JR 郡山駅を結ぶおよそ800メートルの県道と駅の周辺です。来月1日以降の午前7時から9時までの2時間にわたり、指定区域内での喫煙が禁止されます。今日は指定に先駆けて市の職員らが駅の周辺の15カ所で規制を示すシールを道路に貼り付ける作業を行いました。 歩きタバコによって子供さんの火傷のこともありますので、まその部分を考えて考慮の一番栄えている通りの方でさせていただきます。皆さんのご協力お願いしたいと思います。条例では、いわゆる罰金などはないものの、歩きタバコだけでなく、路上喫煙そのものを禁止しており、市では職員などがパトロールして注意を促すということです。